北米のチャイナタウンではカナダ及びアメリカ合衆国にある中華街について解説する。メキシコ合衆国及び中央アメリカの中華街についてはラテンアメリカのチャイナタウンを参照。中華街の一般的な特徴及び社会問題については中華街の項目で扱う。一般に北アメリカの中華街はフロンティア中華街、都市型中華街、 および郊外型中華街の3つに分類される。ロサンゼルス中華街サンフランシスコ中華街アメリカ合衆国最大の中国系住民居住州。伝統的な都市型中華街以外にもフロンティア型や郊外型などあらゆるタイプの中華街がある。ロサンゼルス1860年代に最初の大陸横断鉄道の建設に従事した中国人労働者の定住先となったのが ロサンゼルスのダウンタウン北東部で1880年頃から町が形成され始めたとされる。中華街は3つの仏教寺院を要する本格的な町に発展したが、賭博場やアヘンの密売組織の拠点などもあり、治安は良くなかった。1926年、市当局は町を取り壊して鉄道の拠点となるユニオン駅を建設する計画を発表した。 現在のロサンゼルス中華街はユニオン駅の近くにあり第二次世界大戦後に建設されたものである。サンフランシスコ北米最大かつ最古の中華街がある。1848年の金の発見により一攫千金を夢見る人々が世界中からカルフォルニア北部に殺到した。サンフランシスコに中華街が形成され始めたのもこの頃とされている。 オークランド・オークランド中華街の歴史は古く、1850年代に町が形成され始めたが、1890年代以降は、他のアジア諸国の人々も商売を営むようになり、純粋な中華街ではなくなった。しかし、観光地化してしまったサンフランシスコ中華街と対照的に、オークランド中華街は本格的な料理を提供する料理店が多いと言われる。 ホノルルの中華街。ノースホテルストリートとケカウリケストリートの角から、ニオラに宮殿方向。ノースホテルストリート及びモーナケアストリート沿いのホノルルの中華街は、伝統的な民族特有の中華系商業地区となっている。中華街は1890年代に中山話を話す移民によって形成された。今日、この中華街は多様なアジア、太平洋系の企業、 商店があり、中華系ベトナム人がホノルルの中華街内で大きな人口を占めている。シカゴ中華街シカゴの中華街はダウンタウンのセルマックロードのウェントワースアベニュー沿いの地域を占めている伝統的な都市型中華街である。1870年代以降、西海岸からの移住者によって街が形成された。洗濯店や食料品店、 飲食店を営む家庭が大半を占めていた。シカゴの北東部にニューチャイナタウンと呼ばれる地区があるが、これは東南アジア出身のコミュニティである。ニューオーリンズの初期の原型中華街は1870年代から1930年代頃まで、フォーバーグ・サン・マリー地域の中ーレーン・アベニュー及びサウス・ランパート・ストリートに存在していたが、 この頃の中華街の建物の多くは1950年代後期に壊されてしまった。変わって新しく洗練された中華街が2003年に郊外デリータウンのベールマンハイウェイ沿いに建設された。ボルティモアのパークアベニュー沿いに中華街がある。また、ワシントン DC にほど近いメリーランドルート355近郊ロックビルにも中華街がある。 チャイナタウンニューヨークではチャイナタウンが有名だが、1970年代以降、クイーンズクとブルックリンクのチャイナタウンが急拡大しており、マンハッタンをしのぐ規模となっている。シャーロット・クリーブランドのダウンタウンにある、フィラデルフィア・ヒューストン・カルガリー・エドモントン・レス・ブリッジ、チャイナタウン・バンクーバー・ビクトリア・ウィニペグ・トロント・トロントの従来のチャイナタウンは、 ダンダスストリートウェストとエリザベスストリートの周辺から南はクイーンストリートウェストの辺りに存在した。ダンダスストリートの数軒を除いて当時の面影を残す建物はもうほとんど現存していない。この地区は1960年代に大規模な再開発が行われ、新市庁舎とネイサン・フィリップスクエア、現在はトロント大学学生寮となっている。 ホリデーインホテル等の建設のため、この地区の大部分が失われた。その結果、中華系の住民や企業はさらに西に移動し、スパダイナ・アベニューとダンダス・ストリートウェストにある、現在のチャイナタウンの地区に落ち着いた。スパダイナ・ダンダス地区のチャイナタウンには、多数の東洋系商店、企業に加え、二つのショッピングモール、四軒のスーパーマーケットがある。ここ20年で、 グレータートロント地区の郊外に大量の中華系移民が入植し新しいチャイナタウンや中華系コミュニティが形成されたためこのダウンタウンのチャイナタウンでは幾分成長性に陰りを見せているがベトナム系や体系など他のアジア文化との混合や拡大が図られている1980年代以降グレータートロント地区の郊外の中華系コミュニティではスカボロー、マーカム、 ミシサガなどの地域にも大規模な中華系ショッピングモールが開発された。オタワモントリオール、ありがとうございます。